行ったトンボ。あ、よっと。はい、来たー。見えないから。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、夏の月1日目。夏になったよ、夏に。あ、一気に全滅してる、つらーい。これを刈り取ればいいんかな、釜で。あ、ちなみに今日は、夏の月1日目ということって、スイカ割り、夏といえばスイカ割り、浜辺でスイカ割りが遊べる。場所はザザン浜辺で、時間は10時から18時。花火大会とかありゃめっちゃいいやん。これ多分あれやろ、夏の作物コンテスト的な。これ虫取り大会かな。まあそれは後々見ていくとして、とりあえず刈り取ってこうか。くっそ辛い。あ、ってことはあれやない、その辺飛び寄る虫とかも変わったんやない。あ、くっそ辛いぜ。じゃがいもを刈り取った。もはやじゃがいもじゃなくてただの雑草とかしてるかじゃない。ザザン浜辺か。あ、てかあれやん。あの、原っぱ広場以外でのイベント初めてじゃない？楽しみ。やっぱ夏やけん、海がメインのイベントとかも結構増えてきたりするんかな。いいね、いいね。あ、ってことはあれや、セミとかカブトムシとかそういうのが出てくるんじゃなかろうか。よし、全部刈り取った。え、夏は何？トマトとかか、多分、きっと。んーと、じゃあとりあえず自然タウン西。あ、どうもこんにちは。何か用かな。いや別に、行くところがあって今お話できないの。ごめんなさいね。いや別に全然大丈夫。みんな忙しそうね。みんな忙しそうね。よっと。あ、行くところがあるんじゃなかったの。そこで止まったけど。なにこれ。あ、アジサイ。え、これ取れるんやない。ほら。やったー、アジサイ拾えたー。かわいい。かわいい。いいね、いいね。拾ったものを飾れたらいいのにな、家の中とか。どうも。怪しくないですよ、全然。怪しいやつじゃないです。とりあえず、ザザーン浜辺？ザザーン岬？の方に向かいましょう。原っぱ広場を通り越して。いや、セミの声がめっちゃ聞こえるね。シャワ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 。ザザーン岬や。ことは多分、イベントの、え、どの辺でやるんやろ、こっち側。でも特に何にも、ん、特に何もないよ、用意とか。え、ちょっと待って、ザザン岬で会ってたっけ。ザザン浜辺の方や。やっぱりザザン浜辺とかあったっけって思ったけど、あったね。あっち側ってことか、左側。そういえばあっちちょっと広々とした場所があったような。はい、ザザーン浜辺。ここで今日は、スイカ割りが。あ、これやね。用意されとる。手紙が入っている。今日は大好きなあの子とピクニック。手作りのお弁当を作ってくれた。じゃがいもが美味しかったな。じゃがいもが美味しかった。なんか、この、ボトルメール。これはなんか、いろんな種類があるらしい。なんか、いろいろと、こう、中の文章が違ったりとか、するらしいよ。あ、そういえばなんかあれやね、これ。あ、セミ。こんな遠くからでも反応するの。ほら、なんか桜とかがなくなって、めっちゃなんか、緑が増えたっていう感じがする。ちょ、待って、とりあえずお昼寝しましょうか。今日10時まで寝よ。めっちゃクマとかでしょ。待って、あのトンボとか捕まえれ。どこ行ったトンボ。あ、よっと。はい、来たー。見えないから。なんか飛び盛りみたいにさ、もうちょっとなんかこう、木をすり抜けて人が見えるとかしてほしいよね。はい、みんな集まった？やっぱりみんな同じ内容なんやね。どんだけだよ。なにこれ、なにこれ、どういう状態？え、これ何、なに、これがスイカ？どうも。あ、ちょっと待って。
誰かと思ったトーマスさんやったんか。トーマス？そんな名前やったっけ？そんな名前やったっけ？なんか違うような気がする。トーマスってなんか結構前の村長さんの名前やったような気が。なんかこれの上思いっきり走れるんやけど。あ、君はあれだね、朝話しかけたね。やーさ、参加しましょうかね。これの下にスイカがあるとかそういうことかな。あれ、シーフィーさんとかおらんやん。どうも。あ、おったわ、話したね。今日はスイカ割りをやっているぞ、参加するか。ヤーメイさんや、ヤーメイさん。はい、参加します。操作説明。スイカ割りを説明しよう。スイカ割りは次々に現れるスイカを時間内に割って得点を競うものだ。スイカ割りが始まるとスイカが出現する。移動は L スティック、 A ボタンでスイカを叩ける。スイカは1個割ると100点、10個連続で割ると金のスイカが出現する。10個連続で。金のスイカは1個割ると1000点じゃ。さらに金のスイカを割ることでのび太の移動速度が速くなるぞ。これは最大3段階まで速くなる。しかし金のスイカは次元爆弾と同時に出現する。次元爆弾の爆発に巻き込まれると少しの間動きがおかしくなるから注意だ。次にコンボの説明だが、これは連続でスイカを割ると得点が少し多くなるものだ。しかし一度でも空振りをすると終わってしまうぞ。最後に制限時間がなくなるまでできるだけ多くの得点を狙うのじゃ。そうも。じゃあ練習しよう。またあれやろ、射的と同じで練習からの本番のパターンやろこれ。おお、伸びたか、よく来たな。どうした、あれ、どうかしたのドラえもん。ヤーメイさんが勝手に秘密道具を使ったんだ。ああ、次元爆弾。何を使ったの？増えるミラーだよ。あ、全然違うやつ。そのせいで今スイカが増え続けて困ってるんだ。それでこのイベント？どうしてこんなところにスイカが？今日はスイカ割り大会だからな。いつもは目隠してスイカを割って食べるだけ。それじゃつまらんから面白くしたんだ。そのせいで浜辺がスイカで埋まっちゃったら意味ないですよ。そんなもの、みんなが割ればいいじゃないか。頑張れ！のび太くん、頑張ってね。楽しそうね、みんな。次元バカなんじゃない、あれ。スネオニジャイアン？手に持っているのは次元バカなんじゃないか。そこでジャイアンが使うっていう流れなわけ。あれに当たったら大変だ。気をつけて、のび太くん。よし、来い。そういう感じで出てくるんやね。お、結構順調なんじゃないか。ほらほら、いい感じよ。あ、でも消えたりするの。あー、空振ってしまった。なんてこと。コンボが止まった。え、あれやろ、金のやつも。あ、連続じゃないと出てこんってことやろ。え、つらい。それ全然ツタの上じゃないところにも出現する。お、今の当たったんや。絶対当たってないと思った。はい、本番。慎重に行こう。1回目から。いや、でもまだ1回も殴ってなかったけん、まだね、セーフ。てか移動遅く。はい、お願い。はい、あー、危なー。え、でもあんなに余裕あるんや。なるほどね。おお、当たらんと思った今の。ちょ、邪魔なんだけど。怖い。でもこれ結構慎重に行った方がいい気がする。ちょっと待って。あー、危なー。てかこれね、射的の時にも思ったんやけど、点数の基準がね、言ってくれてないけん分からんのよね、正直。どれがいい点数なんだか。あー、あと1個やったのに。1年目だって4900点。どうなんこれ、いいの悪いの。あ、なんか盛り上がっとる。よかったの。なんだと？なんてことだ、こんなにたくさんのスイカを割るなんて。のび太くんのおかげでスイカはなくなったよ。ありがとう。ここまですごいとは思わなかった。この記念トロフィーを与えよう。おお、なんか知らんけど今回はすごかったっぽい。今回ちょっとあんまり射的の方がってことやったんやけど。おめでとう。全然分からん。あ、でもなんか可愛いスイカのトロフィー。家に飾れるんかなこれ。
やったね。射的のトロフィーも見たかったな。いい感じやん。おや、しかしのび太に渡したトロフィーは表彰用のレプリカなのじゃ。本物は欲しい時に取りに来るといい。ありがとう。ここで渡せよ。新記録目指してまた来年チャレンジするがよい。また来年？またな。いつでも待っているぞ。ちょっと、ヤーメンさん、まさか来年もスイカを増やすつもりじゃ。当然だ、こんなに盛り上がったんだからな。そんな、てか来年までドラえもんたちはここにいるということで。全然帰れんやん、元の世界に。夏よ、夏と言ったらやっぱり海でしょ。のび太くんもそう思わない？うん、まあ思いますね。言うて、あ、待って、これ資材落ちとるやん。言うて、全然、あれ前からあったこのツタって。あ、違うんか、準備しとったけんか。多分明日になったら消えるやつよね。船虫、一瞬ゴキブリかと。やっと、うぃー、気持ち悪い。アップにしないでください。とりあえず今回のこのスイカ割りはいい結果だったということで、ふう、よかったよかった。セミは結構前の段階からゆっくり近づかんと難しい感じやね、捕まえるのが。ほら、慎重に慎重に向き足、この辺。お、いけたいけた。はい、日暮らし、てことで、じゃあ今回はこの辺で。あ、そうよ、トロフィー取りに行かんと。ちょ待って、ヤーメイさん、ヤーメイさん、もうなんか結構暗くなってきたんですけど。え、とりあえずあのチョウチョウさんの家に取りに行けばいいってことよね。取りに行きます。その場で渡せよな。あー、暗くなってきたぜ。やーめーさん、あの、私にトロフィーを。待って、やーめーさんどこなの。やーめーさんどこなの、こっち。ご飯食べてる場合じゃないよ。あ、これが前に言っていたあれじゃ。受け取れ、スイカトロフィーをもらった。ご飯食べてる途中でもくれるんや、ありがとう。スイカトロフィーをもらった。どうも。怪しくないです。てか、あんなところで一人で食事って寂しくない？ドラえもん一緒に食事取らないんすか？え、てかあれなの、お手伝いさんとかいないの？絶対一緒に取った方が楽しいよね、あんな広い場所で。寂しい、一人身なんかな。そういえばなんか奥さんとかそういう話一切聞かんけど、実は寂しい人だったのね。ほい、ということで、今日は一日スイカ割りを満喫したね。ってことで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、とりあえず夏1日目出だしはめちゃくちゃ好調。まあ、今日は牧場作業は何もしていないけど、刈り取り作業をしただけで、まあ明日からまたいろいろと植えていったりしようかな。